ヘイラクレースとイオラオス。紀元前一世紀頃のモザイク。イタリア、アンツヨ。イオラオスは、ギリシア神話の人物である。長母院を省略して、イオラオスとも表記される。ヘイラクレースの異父兄弟、イーピクレースとアウトメドゥーサの子。クレオンの娘メガラートの間に、レイペピレーを設けた。レイペピレーは、ヘイラクレー代のピューラースと結婚し、ヒッポテースと テイロの母となった。イオラーオスは、エウリュステウスに仕えた父、イピクレースとは異なり、ヘイラクレースの戦車の御者として、冒険に同行し、ヘイラクレースの多くの冒険を助けた。ヒュドラーと戦うヘイラクレース、イオラーオス。ルーブル美術館所蔵。ヘイラクレースが、レルネーのヒュドラーを退治した時、イオラーオスは、ヘイラクレースの戦車の御者となって、レルネーに同行した。 またヘイラクレースがヒュドラーの再生する首に苦戦するのを見て、イオラアオスは森を燃やし、その燃え木でヒュドラーの首を焼いて再生するのを不正で助けた。しかしこのためエウリュステウスはヒュドラー退治を難行から除外した。しかしイオラアオスはその後もヘイラクレースの冒険に同行し、ヘイラクレースは十二の難行を達成した後、イオラアオスにメガラーを妻として与えた。 また、ヨラーオスは、カリュドオンの、イノシシガリや、アルゴナウ隊に参加し、オリンピア競技祭や、ペリアースの総霊競技では、戦車競争で勝利した。ヘーラクレースの死後、年老いたヨラーオスは、ヘーラクレーダイと行動を共にし、エウリュステウスの迫害を避けて放浪した後に、マラトーンにたどり着き、テイセウスの子、デーモポーンに受け入れられた。 デーモポーンは彼らのためにエウリュステウスの軍勢と戦おうとしたが、そこにヒュロスが援軍を率いて現れた時、イオラーオスは自らも戦争に加わった。そして戦場でエウリュステウスの戦車を発見すると、平米とゼウスに着いたちだけ若返ることを願った。この願いは聞き届けられ、天から二つの星が現れると、イオラーオスの戦車を黒い雲が包み込み、 中から若返ったイオラーオスが現れた。イオラーオスは優先して、スケーローンの岩付近でエウリュステウスを捕らえ、殺した。しかし、エウリュステウスを撃ったのは、ヒュロスとも言われる。後に、イオラーオスは、アッティカ人とボイオーティアのテスピアイ人を率いて、サルディニア島に移住し、イオラーオスは、オルビア氏を、アッティカ人は、オグリュレイ氏を創建した。定媒の伝承では、イオラーオスは、 サルディニア島で死に、島のヨラヤでは、イオラアオスが祀られていたという。ありがとうございます。